シンプルエルは韓国の大手電気メーカー LG 電子によって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末製品フォーマえル 600i のブランド名である。シンプルエルは国際ローミングサービスワールドウィングに対応する折りたたみ式端末 GSM GPRS ネットワークを利用できるフォーまでは 2GHz 帯のみに対応 800MHz 帯を使うフォーマプラスエリアや 1.7GHz 帯には対応していない。ヒンジ部分には回転式の130万ガソシーモスデジタルカメラを内蔵している。こうした機構により撮影者自らを撮影するときもディスプレイのプレビューで確認しながら高精細なカメラを利用できる。ディスプレイには2インチの TFT 液晶を採用。 画面解像度は176-220ピクセルと、やや控えめである。背面には1.17インチという大きめの、カラーユー l ルサブディスプレイを搭載。この他、AAC 形式の楽曲ファイルの再生に対応。容量 1GB まで対応するミニスド、メモリーカードスロットを備えている。コンパクトなボディには 1300mAh という、大容量。 リチウムイオンバッテリーを搭載している。これにより、待ち受け時間は、静止時550時間、移動時450時間、連続通話時間は、現行のフォーまでは、最長の音声に100分テレビ電話150分となっている。旅行先でもつきまとう、電池切れへの心配が軽減された。国内メーカーの端末と違い、電源を入れるときは、電源ボタンを長押しせずに、 ワンタッチすると起動するのが特徴的である。赤外線機能はテレビなどのリモコンとしては使えない。シンプレ L を開発した LG 電子では、かねて自社開発の携帯電話を世界に向けて出荷している。その LG 電子が日本の携帯電話市場に参入するにあたっての足がかりとして機能をシンプルなものとした低価格端末製品群。 シンプレシリーズ端末の開発を手掛けた。NTT ドコモは LG 電子の開発スピードの迅速さを高く評価している。LG 電子もまたより高機能な端末の開発に挑戦する意欲を見せている。ありがとうございます。